体動かしてないから痛いんだよな、ね、大丈夫ですか。はい、どこだっけだ。苦しい。理由がおかしい。おい、ナイスキー。来てる来てる、早め早め。ナイスか。この人今日得点取らなきゃなんないから取りに行ったな。取りに行ってるな。ただナッツも取らなきゃいけないからな。アシストの利害関係ある人いない。いない。アシスト足りないのと点数足りない人。そうまい。こっちのチームはアシストとアシストだし。シンジとクライフか。シンジのアシストはなかなか厳しいんかな。うまい。おお。ああ。いい感じ。りょうすけアシストか今の。りょうさんですね。参加メンバーに入れとかねえと。これ休みだぞ。なんかこのチームバランス取れてる。白い方ですか？うん。いや、基本的にみんなちゃんとできるからじゃないですか、基本が、うん、向こうはちょっと、シンジが、うん、大丈夫、走れるだけの男だから。シンジ、そこにとんがってるんですよね、パラメーターが。パラメーター5あるうちの、はい、1個だけが5なんだよ、はい、走ると体力だけ。多分ずっと鳴ってるのは南條さんです。南條さんの LINE で。LINE で。あ、一枚脱いだね。ミスキング。あとこれが取れればか。ミスキング具合悪そうだけど。風邪ひいてるでしょ。絶対。先週末風邪ひいて、人足りなくて。しかもマックスで出たからね。先週誰も休みなかったから。やばいな。今週も人足りないって言うから来たら人足りてるって言うんですよ。おい、こんな見えなかった。見てるから心配して。大丈夫大丈夫。汗かけばまた冷えて。まあそうなりますよね。あと45点。あと45点。投げ1週間で最低10点以上取んないといけないでしょ、うん、勝ち抜けでずっと勝ってるしかないな、うん、したら俺あと5点になっちゃったんだよね。俺もう点数はいらなかったもんね。でもやられなかった。えやられなかった。緑やられましたね。1点、はい、あの今1対1。ベさんに1点やられた。あ、1対1、2対1だよ。あれ？あ、違うか。1対1じゃないですか。1対1だ、1対1だ、そうか。あれ、枠。お。来てますよ。やばいやば。やばいよ。あ、恵子ちゃん1点。おー、グッポ。ナイバー。もうちょっと抜けてもよかった。ごめんなさい。だけど、シンジのクオリティだから。うん、予想通り。予想通り。お前、時差って随分経ってるぞ。1週間は落ち着いてるはずなんですけどね。この浮かれポンチが。
って何条祭なら言われるよ。おーし、あれハワイのお土産はごめんなさい持ってきたの。助走分しか入れない。助走分もらわないと。助走分はね、はい、プレゼントだよ。だって結局楽しんだじゃねえか。いやー、あの汚いやつもうあの見直してみて思ったっすね、汚ねえと思って。何気にケンジの疲れた写真とかが多いんだよ。おおおおおおネパー前向け前向け前向け、いけない。うまい、打てる、ナイス。おお、新人さん、すごく簡単なボードしたから。一応手は動くんだよ、守備範囲だから。でもね、うん、そう、野球ソフトの人は手は動くから。おお、ナイス。あの黄色い人っていつぐらいから来てますか。あのね、ここ3年ちょこちょこ来て、あれ前、あれ前も言っちゃったの。前坊主っぽい髪。ああ、一回だけ。髪型が全然勝手に誰か分かんない。じゃちょっと最初テッシーさんが、あれ寒い寒いって言ってたね。久々はもっと太ってる。これ入らないパターンだね。もう戻ってきちゃってる感じですね。今3秒半分じゃなかった。誰も思なんかアピールしないと。ナイスかー、いいね、アサイちゃん。旦那は譲らん。あー、大丈夫。お前だって、旦那見向きもしない。ナイスラー。誰だ、誰からだ。三部さんからね。なんか馬券のおっちゃんみたいになるな。